今日もね、ポットが使えないということで、外に出たらダメということで、頑張って家の中でできる。なんか体の使い方というか、ボール感覚というか、体の感覚を身につけられるような、うん、コーディネーショントレーニングとかいうやつをやっていきたいと思います。で、これ結構僕ちっちゃい頃から、毎回の練習のたびにやってて、これのおかげでバランスとか体の体幹、使い方、ね、軸をぶらさないみたいなところを身につけられたかなと思うので、これだったら自粛中でもできると思うので、ぜひやってみてください。せーの、サムビ。まず、足の下、背中の後ろっていうのを、ボール一回こうやってポンってついてから、順番に、背中の後ろいったら、もう一回足の下っていうのをやっていきます。最初右足の下、左足の下、背中の後ろ。一回ポン、はい、ポン、はい、ポン、はい、何でした?ポン、はい、ポン、はい、ポン、後ろ、はい、下、下、後ろ、下、下、後ろ、みたいな感じで。で、これボールを見ながら、片足で立ちながら、足上げながら、ボール見ながらは言った、ボールちゃんと次のところを打ちやすいように上げる。特にこの背中の後ろですね。今見てたみたいにいろんなことを意識しないといけないと思うんで、意識しながらバランスを整える練習になると思います。で、次レベルアップして休憩あったじゃないですか、これをなくします。下、下、後ろ、下、下、後ろ、下、下、カットしよう、後ろ、下、下、後ろ、下、下、後ろ、下、下、後ろみたいな感じで、休憩がないので1回でそのボールの着地するところに体を動かしてバランス整えてってやらないといけないんで、さっきより難易度は上がると思います。で、これできるんだったらもう一つ上いきます。これにヘディング、最後ヘディング付け加えていきます。いや、僕もやってないです。下、下、後ろ、みたいな感じですね。あんまできないですけど、皆さんやってみてください。ちょっと挑戦しますね。はい、いける。みたいな感じで、はい、皆さんできたらね、コメントで、家の中は厳しいかな。2回、3回目標でいきましょう。ということで、はい、次行きます。次、左ですね。左は、休憩あってもいいと思うんで。みたいな感じ。難しいですけど、慣れたら皆さんもできると思うんで、左はあんまやりたかったんで、しょうがないかなって感じ。せーの、サムビ。はい、ということで、まだまだね、練習できなかったり大会がなくなったりということで、モチベーション、今まで頑張ってきたのにみたいなことをみんな思ってると思うんですけど、今まで頑張ってきたことってその結果だけではないと思うんで、いろんな人間関係とかね、いろいろ学んできたと思うので、これからも頑張ってきたことを信じて、何かその自分の中で目標を見出してね、この自粛生活も何か頑張っていけたらいいんじゃないかなと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。